さあ皆さん、今からですね、世帯語の意見の要約という問題を扱っていくんですが、皆さん大事な点ですね、やはりこれかと思います。皆さん正解のヒント、根拠の決め手となっている内容というのは、皆さん文章の後半に存在していることが非常に多いですよというお話を以前から撮影させていただいております。でもちろん、まだそれをご覧になってないという方いらっしゃるかと思いますので、まずちょっと説明させてくださいね。で、その皆さん文章の後半に存在しているという考え方を皆さん文末焦点、まあ、エンドフォーカスというふうに呼んでるんですが、皆さん具体的に大事なのはやっぱりこっちでございます。B 動詞の右側、例えばこれですね、This is a pen であれば、この B 動詞の右側、このあたりが根拠のヒント、重要なところになってますよ。そして、一般動詞の右側、このあたりですね、ボートの右側、助動詞の右側、これですね、スイムのところです。そして、前置詞の右側、これですね、このあたりが根拠、正解の根拠となっておりますと。もしくは、否定語から右側ですね、このあたりというところです。で、これをですね、実際今から皆さんと一緒に共有、まあ、実演しながらですね、情報を共有させていただきますと幸いでございます。で、これを皆さん共有することによって、皆さんの次ですかね、長文を読む際、長文を読解する際にですね、根拠を明確にした際のヒントになってくれるかと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあ皆さん、意見の要約問題ですね、言ってみたいと思います。皆さん、大事なのは答えを出すことと、そして根拠ですよね。その根拠がどこに当たるのか、情報構造的に一体どういうところが根拠になっているのかというところですね、最終的に確認していただけるとよろしいかと思います。で、もちろん文章、トム君とアリス君、アリスちゃんですかね、の会話でいいんですが、このトム君の上の方でですね、アリスさんが前振りをしております。つまりどういうことかっていうと、我々の街ですね、それを発展させる上で、どうしたらいいですか、というところでトム君が振られているというところでいいかと思います。で、それに対して、まあ、トム君、主は、わかりましたと、私が言いますと。で、If a new factory is built here、もし新しい工場ですかね、が、ここに建てられたら、more people will move、たくさんの人たちが引っ越しをしてくるでしょう、移動してくるでしょう、to our town で我々の街に。This would help local shops and restaurants ということで、これが地元のお店、そしてレストランを助けてくれます。Because there would be more customers ということで、より多くのお客さんが来ることになるのでということですね。で、also また、some of our residents、住民の何人か、で、working in the next town ですかね、隣町で働いている住民の中には、could find jobs here ということで、ここで仕事を見つけることができるという人も出てくるでしょうね、ということです。で、many people have complained、たくさんの人たちが不平を言っております。about their long drive、ということで、長距離運転ですかね。back and forth to work ということで、職場の往来、往復ですかね。行き来に対して、不平不満を口にしておりますと。ですから、working closer to home、まあ、家から職場が近ければですね、would improve their family life、家族の生活、家庭の生活を改善することになるでしょうね。で、by giving them more time to spend together ということで、一緒に過ごす時間を増やすことによってですね、家庭内での生活が改善するでしょうね、ということです。で、それに対して、アリスさんがですね、トム君、じゃあ、are you saying that tendent? ということでいいかと思います。で、選択肢1番ですね。Many of our residents prefer traveling to another town. ま、住民の多くの人たちがですね、別の町、それに旅をすることを、移動することを好んでるかっていうと、まあ、それはさすがに書いていないので、ちょっと1番ではなさそう。選択肢には、New businesses should do much more to increase their sales ということで、販売を増やすんですかね。販売の増加の話はさすがにないので、2番もダメそうです。で、選択3番。People in our town、我々の町の人々は、would benefit from a new workplace here ということで、ここ、新しい職場ですかね。から、恩恵を受けるでしょうということで、皆さん3番これちょっと良さげなんですね。で、どのあたりがじゃあ、根拠なんですかって言われたら、例えば、このあたりですかね。Also some of our residents working in the next town、隣町で働いている住民の中に、could find jobHere ですね、ここで仕事を見つけることができますよ。
ちょっとこの辺りですかね。で、この辺りで仕事を見つけることができるということは、ここですね。皆さん、新しい職場。こうですね。で、皆さん、仕事が見つかるわけですから、皆さん、ベネフィット、恩恵というふうにも言い換えることができますし、もしくは、多分この辺りですかね。ワーキングクローサートゥーホーム。家から、職場までの、家が距離ですかね。が近ければ、ウッドインプルーブゼアファミリーライフということで、家族生活、家庭生活が、改善しますよということですね。だから非常にいいお話で、それが皆さんしっかり、例えば選択3番だったら、このベネフィット、ですよね、恩恵を受けることになりますよというところに皆さんつながっていきますよね。で、選択肢4番はじゃあどうですかっていうと、Working in the next town make people's lives better ということで、隣町で働くことが人生をより良くするのかっていうと、じゃあ別の町はダメなのか、っていう話になってしまいますので、これもちょっと言い過ぎかなというところですね。ですから、皆さん選択肢のこれですね。3番が正解ということでいいかと思います。で、改めてやっぱ根拠を確認すると、もちろん benefit from a new workplace here ですが、皆さんやっぱり見ていただきたいのはやっぱりちょっと助動詞ですよね。ウッド助動詞の右側が確定できている根拠になってます。ですね。で、それの該当箇所が、例えばこのあたりですね。find jobs here。やっぱり皆さん、助動詞の右側ですよね。このあたりがヒント。そして皆さん、このあたりも遡っていただけると、これですね。助動詞、ウッドの右側がヒントになってますよね。こういったところが情報構造的にバッチリだなというところでございます。ですから、根拠は、とにかく助動詞の右側、助動詞の右側。もちろん答えとなってくるとこも、それがちゃんとつながってくるので、そのあたりを実際に根拠と考えていただけるといいかと思います。で、これで皆さん、その次ですね。ちょっと文章続いておりますので、次に行きます。さあ、皆さん、続きでございます。トム君ですね。Yes, that's correct. まあ、そうだねと。で、キャロルさんが、Well, I think, 私思います。It would be better. ああ、いいですね。To be the shopping mall ということで、ショッピングモールを建築することですかね。それはまあ、いいですよねと。で、It would be good. いいですよ。For both customers, お客様と、そしてショップオーナーですかね。販売する人にとってはいいですよ。Find a new housing complex. さあ、コンプレックス、本当は複合施設、というのは覚えておいてほしいんですが、まあ、ちょっと仮に分からなかったとしても、新しい、なんか、ハウジング、まあ、住宅ですかね。それが、is completed と完成したとき。それは、in the northeastern part of town ということで、町のその北東部ですかね。その北東部で完成させたときに、したときに、people, living there、そこに住んでいる人たちは、would be pleased と喜んでくれます。with a nearby mall to shop at ということで、買い物ができる近くのモールができて、ああ、嬉しいなということです。で、lots of my fellow merchants、まあ、たくさんのですね、私の仲間の商人、商売やってる人ですかね、が have been wishing、望んでます。they could move to a new place ということで、新しい場所に引っ越すことができたらな、ということです。で、such as mall、そのようなモールってのは、to be a benefit、利益、恩恵になりますよ。to shop owners、販売する人にとってですね。で、because なぜなら more people would visit their shops ということで、その お店ですかね、にたくさんの人たちが訪れてくれるのでということでいいかと思います。で、その後ですね、ページ変わりまして、リック、私分かりましたと。モールウッドオルソビユースフル。モールってのは役に立ちますよ。for people in other parts of town ということで、街の、まあ、他の部分の、他の地域ですかね、の人々にとっても、まあ、いいですよねと。で、なぜなら because they could do all of their shopping ということで、すべての買い物ですかね、それができるからです。で、at one place、一つの場所、一箇所で。で、it'll save everyone time ということで、まあ、全員の時間を節約することになるし、and families would enjoy their lives more ということで、家族はさらにですね、生活を楽しむことになるでしょうね。そして、and the highway exit、高速道路、幹線道路の出口が、is in the same area、同じ場所にございますと。で、そう、ですから、not only would people in our town、ですから、我々の街の人々はですね、ショップ、あとはモール、ビルドゼア、そこに建てられたそのモールで、買い物ができる、not only だけでなく、bad people from、other towns、他の街からやってきた人々も、would also have easy access to it ということで、もうすぐにアクセスすることができますよ、簡単ですよ。
で、that will increase our local businesses profits ということで、まあ、地元のそのビジネスですね、お仕事、企業の利益、それも、上昇させることにつながります。で、はい、わかりましたと。it'll make family life here much better ということで、それによって、家族の生活ですかね、ここの家族の生活がより良いものになって、as well as bring more customers to our town。我々の街にお客様を運んでくるだけじゃなくって、生活がより良くなりますよね。ですから、そう、you both feel that 両者ともに今感じてますよね。モールってのは役に立ってくれますと。で、点点点ということですね。サメさん、選択肢をです。今から眺めていきましょうね。まず、選択肢1番。Bring money into our town to fix a highway ということで、皆さん、ハイウェイの話は一応あったんですが、別に修理するという話は全くないので、1番はちょっとダメそうだ。そして選択肢2番ですね。Develop downtown and the northeastern areas ということで、皆さんダウンタウンの話はちょっとさすがになかったので、2番もちょっとダメだということです。そして選択肢3番ですね。Give rise to a lot of controversies and arguments ということで、皆さんコントロバシーズはちょっと難しい単語かもしれませんが、まあ、アーギュメンツですよね。議論という話がございますので、そのたくさんの議論が、まあ、生じておりますよということですが、まあ、それは別に全く書かれておりませんでした。となってくると選択肢4番がそれっぽいなというところでいいかと思います。で、improve our town's economy and convenience ということで、例えば、コンビニエンスですかね。便利ですよ。都合がいいですよ。で、その便利という話が、じゃあどのあたりに書いてましたかと言われたら、多分このあたりですかね。have easy access to itということで、非常にアクセスが良いよということですね。それが確かに、コンビニエンス、便利だ、都合がいいですよというところと皆さんちゃんとつながっていきますよね。そして選択肢は、タウンズエコノミーですかね。その経済の話はどのあたりですかと言われたら、多分このあたりが良さげですかね。Increase our local businesses profits ということで、皆さん利益の上昇ですね。それは間違いなく経済の活性化、経済につながりますので、これでいけるかなというところです。で、もしくは、一応キャロルさんの発言で言っても、このあたりですかね。Bring more customers で to our town。多くのお客様を我々の街に運んできてくれますということですね。だからお客様がやってくると、当然、会社が潤うと、商売潤う、というところで皆さん、経済の活性化、経済が改善するというところにつながってきますので、選択肢4番ですかね、これが正解ということでいいかと思います。で、もちろん答えを出せたのはこれで問題ないんですが、やはり大事なのは根拠としたところですよね。この棒線のところの根拠はこの Have Easy Access to It ですが、どのあたりですかっていうと、やっぱりウッド助動詞の右側ですね。助動詞の右側が根拠になってます。そして、our town's economy の根拠は、例えばこのあたり、increase our local businesses profits、利益の上昇ということですね。で、場所がどうなってますかっていうと、やっぱりウッドですよね。助動詞の右側が根拠になっております。そして皆さん、キャロルさんの発言、bring点点点。これが皆さん、as well as で、ちょっと左側と対応しておりますが、make 動詞の原型、そして bring 動詞の原型。これを as well as で繋いでますけども、見てみると、やっぱり助動詞、would ですね。助動詞、would の右側が、根拠になっているということでいいかと思います。ですかね。で、ちなみに選択肢4番も、improve。一般動詞の右側ですね。一般動詞の右側がヒント、確定できる根拠となっておりますので、情報構造的にもバッチリということです。ですから、皆さん毎回お伝えしておりますが、とにかく根拠を考えること、確定することですね。それが極めて重要。それが、皆さんの次につながりますからね。ただ、その根拠をこう当てずっぽうでなんとなくこの辺とかではあんまり力にならないので、なるべく、まあ、文章の後ろの方ですよね。文末。文末をよく注視していただいて。それをもう少し細かく言うと、助動詞の後ろだったり、一般動詞の後ろだったりするので、そのあたりを意識しながらですね、今後も頑張っていただけると嬉しいかと思います。頑張りましょうね。